はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ5時ですね、もう今日もね、もう終盤戦に入りました。25日の土曜日でございまして、今日はね何もしてませんそう、ここで喋る以外何もしてませんね。原稿も書いてないし、何やろうね、昼寝はしましたよ。やっぱり割と早く来たんですけどね、なんかね、何もしてないわーと思って、ちょっと罪悪感は全くありません別に喋るだけでもと。行きましょう。gg.com でございますですね。24日、昨日の21時32分に出たこんな記事でございますね。河野氏不適切発言を陳謝、自民部会を軽視というですね。ちょっと短い記事なんで読みましょう。自民党総裁選に出馬した河野太郎規制改革担当相は24日、政府与党の政策決定過程で自民党部会が担う役割を軽視した自身の発言について不適切だったと反省している、お詫びして訂正したいと述べた。衆院議員会館で記者団に語った。党内で発言に批判が出ており、選挙戦への影響を考慮し決死に走った形だと。河野氏は同日の陣営会合でも暴走やりすぎがあったかもしれないと自戒。その上で時にブレーキを踏み、ハンドルを握ってもらい、一緒に前へ進みたいと訴えた。絶対本心ちゃうわこれ、絶対本心ちゃう河野氏は21日の若手議員の会合に招かれた際、政高党邸への見解を問われ、国会で説明責任を果たすのは政府だから政高党邸でないと困ると主張。部会でギャーギャーやっているより副大臣政務官チームを非公式で作ったらどうかと語ったと。まあここにはこんだけしか書いてない、これで終わりですけどね、この記事ね。なんか自民党には部会っていうのがあって、なんたら部会ってこう各セクション別に分かれてるんですね。でそこで若手議員が議論を戦わせて、時にはそこから議員立法につながるというシステムがあります。それはその要は無役の議員たちがですね、部会にて、よっしゃ今度俺のこの考えをみんなに言うたるみたいな感じでやったはるそうなんですね。でそれはまだ無役の議員たちで、政務官とか副大臣になるとですね、なんとかなんたら省なんたら省にくっつきますから、そこでこうですね、政治家側のですね議論をしてまとめていったりもします。で国会は何のためにあるのかと言いますと、予算を審議して、可決して予算を承認して、その他は立法権ですねがのためにあるわけでございまして、まあ、予算審議の過程で行政にも多少関わるということもございます。政務官審審政務官や何やったかな、副大臣とかは省庁側につきますので、省庁側でそのですね、案を作ったりするんですけども、今日本でできてますあれですね、法律、新たに国会で可決成立していく法律というのはほぼほぼどうでしょうね、9割8分か9割9分ぐらいは政府提案なんですよ。政府提案って何かと言いますと、役人が作るんですよ。で議員立法なんて年に何本出てくる、何本とかやるんで、何本もやるんですかね、よう知りませんけども、まあでもまあそれがね、国会議員の本来の役割やないかというなってるんですけども、今のその議員で、今の議員も昔の議員もそうですけど、自分で法律変えたりできないんですよ。だから議員立法といえどもね、じーっと役人とか言って、ちょっとこれ変えてくれとかって言うわけですよ。自分らで書けるやつなんかいいやし、そんだけ要するに関係法に精通してないとですね、法律案なんて書けないわけですね。で何かの政策をしようにもですね、他のあれですね、法律に触れるようなことがあってはならないわけであって、そうするとたかだかですね、昨日今日選挙に受かっただけのですね、やわな政治家
特に2世3世なんてあんまり勉強しない人が多いわけであって、まあもう叶わないわけですね。で、河野太郎ちゃんっていうのはそういったことをよく知ってるわけです。アホの議員どもはそんなもんできへんやろってギャーギャー言うてんちゃうわみたいな、部会でギャーギャーギャー、部会でギャー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 言っててもそれはただの議論なわけですね。で、政府側に入ってくればですね、政務官や副大臣になって政策に関わってですね、そこのあれはこうやっぱり公正合わせとかで役人に指示を出すこともできるわけですよ。その自分の地元の声を伝えることもできるわけなんですね、役人側に。ほんで、まあ、途中でそこで多少のですね、自分の色を出すこともできるんですけど、部会で言うてる意味なんでもしゃあないやろ、お前らがってギャギャ言うてだけやっていう趣旨の発言であったと私は理解をいたしました。ただでもそれを言われるとですね、部会でギャギャ言うてるあの議員たちは、まあ、何言ってんだあいつはってむくれるわけですね。太郎ちゃんという方はあまり部下でギャーギャー言わなかった人なんですね。まあ、この人ね、なんとなく分かるんですよ、私どういう人間かっていうよう似てるんです割とそのギャー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 議論なんかしてもしゃあないやん、ガツンと行こうぜガツンとっていう、もう土地を全部はしょってほいでこれやってやりたいわけなんですね。で、そのどう言いますかね、こうちゃっちゃかちゃっちゃか合理的にいかないとイライラするわけですね。だから役人をどなりつけたりするわけです。で、私と決定的に違うところはですね、太郎ちゃんは本当にマジで自分は偉いと思ってるんですね。その役人なんか目じゃないと、そんなもんはわしの判断の方が正しいんやということを真剣に思ってはるわけですよ。真剣とかも思い込んではるわけですね。だからそれが態度に出るんで、周りから見ると不遜なんです。だから考え方はね、割と良いんですけどね、それを自分をどこまでこのね、なんとかな、こう、肥大化できるかどうかっていう、まあ、優秀なことは優秀なんで、この人、だって実行力あるでしょ、ものすごい実行力あって、で、役人にごまかされないわけですよ、役人からすると超やりにくいんですね、こういうおっさんは。役人がやりやすいのはですね、自分たちのレクをちゃんと聞いてくれて納得して、あ、そうだねって、じゃあそのようにしましょうって言ってくれる、まあ、要は言いなりの人ですね。岸田さんなんかそれに類するそうなんですけども、特に岸田さんは昨日も言いましたけどですね、ご本人海星高校を出てるにもかかわらずですね、2回受けて東大に入れなかったと、二浪したんかな、二浪やったら3回受けてるんですね、東大に入れずに早稲田に行ってっていう、もうそれはものすごいコンプレックスだと思うんですよ、改正の中では。だから高校時代の同級生みんなその東大や医大に行ってですね、もう医者や弁護士や高級官僚になったのは当たり前なんですよ。まあ自分は政治家になったんでね、その彼らの上に立つ、役人たちの上に立つ立場ですけど、まあでも同期大体みんなあれしましたからね、定年とありましたんでまあでも後輩とかいっぱいいるんでしょうけど、東大コンプレックスあるわけですね。なんで、だからこの俺が落ちた東大の試験にこいつら受かったんやと思ってるとやっぱし嫌やんと思うでしょまあそういうところあって、まあ、太郎ちゃんはあれは3世ですから、慶応入って1年で辞めてですね、ジョージタウンかなんか行ってました。アメリカの名門大学を出て修士まで取ってるんちゃいますけど、もう全然俺の方が偉いと思ってるわけですね。英語も喋りますしね、流暢に。でやっぱりそれは頭いいですね、あの人。人間って話し方を喋ってるのを聞いてると頭の良し悪しでやっぱり分かるんですよ。まあ、もちろんね、賢いのにね、バカっぽくお話しするという人もたまにはいますけどね、趣味が悪いですね、それはね。頭の中そうに喋ってるのが一番自然なわけですよね。太郎ちゃんの喋り方見てると、あ、こいつ頭ええわと思いますね。でもその人がバカに見えるタイプの方なんですね、この方は。自分より頭の巡りの悪いやつはみんなアホやという、そういうふうに、ね、見下していくというタイプです。で、自分が絶対正しいと思い込んでるわけだって。見越しに関すると結構厄介ですよ、あの人は。はっきり言うて。で、この、割とこれでっかい失言やと思いますね。で、これプラス例の日本端子というファミリー企業がですね、だんだんいろんな話が出てきましたね。その、中国の大手と合弁をしてる。もう、ものすごい、最大手に近いところと合弁会社を作ってる。まあ、それは日本企業みんなやるんですけど、相手、どこと組むかということに関しては、その相手と組むわけなんですね、地元の企業とかで。それをなんていうか、こう、日本でいや NTT みたいなところと組んでるわけですね。なんで170億の会社がそこと合弁できんねんって、しかも対等でと。それは中国はもちろん見てるわけですよ。こいつは河野、これは河野一族の会社やって言って。河野一族は親中やと思ってるわけですね。
でそういうのが分かってきたり、その合弁の相手がウイグルの強制労働してるんちゃうかという疑いがあったりとか、でそういうことに関して太郎ちゃんはあのいつもの歯切れ良さで説明ができてないわけですね。だからですね、だんだんこいつちょっとおかしいんじゃんか、怪しいぞとか、だんだんこう地金が出てきてですね、今党員党友票を4割取れるというふうに言われていますけども、行くかなという感じですね。特に若、これから今郵送でしょうから、明日発送すればほぼ間に合うわけですね。昨日のご発言があったりしてるんで、ギリギリまで態度を決めない人も結構多いでしょうから、あれ?と思った人はいるかと思います。で、やっぱりね、今のこの時期というか、ここ数年の動きからですね、中国と韓国というこの近隣の厄介な2国に対してどういうスタンスで臨むのかというところは結構重要だと思いますね。河野、お父ちゃんがね、河野洋平ですから、なおさらね、そこはね、慎んでいただいてですね、甘いところは見せないんだ、妥協的にはいかないんだという姿勢を見せておかないと離れていくわけですよ。保守的な考えの人たちは。自民党もともと保守系の政党ですからね、そういうふうに考える人が多いわけだったけど、太郎はあかんであれはと言ったら離れていくわけで、って4割いかへんのちゃうかなと思いますね。3割台ちゃうかなと。そうすると伸びてきたら高市さんと結構競るんちゃうかなと、そんな気がいたしました。この時事ドットコム読んでしまいましたけど、時事ドットコムでいいかな。そうですね、時事ドットコムのあれですね、貼っておきますんで、これに類するニュースいっぱい出てますんで、他のところ読んでいただいても結構でございます。はい、どうもありがとうございました。